はいどうも、ピバです。今回の動画はこちらのセラアンモニアテストとこちらのテトラ PH 試薬、この2つの使い方の紹介と実際に我が家の水槽の水質をチェックしてみたいと思います。正直なところアンモニアテストって水槽の立ち上げ時ぐらいしか使わないんですよね。なぜかというと日々水槽を管理していく中で水替えを行うと思うんですけど、水替えをすると魚に有害なアンモニアっていうのは水槽の外に排出されるので、定期的に水替えしてればわざわざアンモニアを測る必要はないと思うんですよね。ただやっぱり水槽の立ち上げ時とかは魚を導入するまでアンモニアの濃度とか気になると思うので、そういった時には役に立ちます。そして実はアンモニアのテスト、これに絡んでくるのが PH です。実はこれほとんどセットで使うような感じになっていて、こちら単体ではテスト結果をうまく導き出せません。 PH がいくつの時にこのアンモニア試薬の結果がどうなっているか、この2つを照らし合わせることで現在の水槽の状況を知ることができます。そしてこちらのアンモニアテスト、実はこのボトル開け方に癖があります。今回はそのボトルの開け方についてもしっかり動画に収めたいと思います。ではアンモニアテスト PH 試薬の使い方と我が家の水槽の水質はどうなっているか見ていきたいと思います。それでは開封。セラさんのアンモニアテストの中にはセラジャパンさんで用意されている日本語のマニュアル、こういったものが用意されているので、使い方についてはこれを見ればバッチリです。裏面もあるのでしっかり読んでいきましょう。この表が先ほど言ったアンモニアの計測結果と PH の計測結果の一覧表になります。これを見て水槽内のアンモニアの含有量を調べるっていう感じですね。そしてもう一枚折りたたまれている紙があって、これは各国の言語で同じことが書いてある説明書になります。ただこれ読まないからといって捨ててはいけません。説明書の一番上にこういったカラーシートがついています。ここで実際の試薬が何色に変わるかを見るので、この取説は捨てないようにしましょう。一応日本語で書いてることはこちらのセラジャパンさんがつけてくれているものに書いてあるので、ここから切り取ってしまってこの部分だけ保管するのでも良いと思います。そして中にはボトルが3つ入っています。1つ2つ3つ目はガラスの容器に入ってますね。これはパッケージの小スペース化に役立っている、こんな感じのガラス容器1つと試薬が3種類入っています。このガラス容器可愛いですよね。後で見ますけどテトラのプラスチックの容器とは全然違って、中も洗いやすいしサイズ感もなんか別のことに使えそう。測定の仕方はとても簡単です。今回は淡水の水槽なので 10ml この容器に飼育水を入れます。そして試薬1を6滴入れて軽く振る、試薬2を6滴入れて軽く振る、試薬3を6滴入れて軽く振って5分待つと試薬の色が安定するので、こちらの色のついた紙の上に乗せて同じ色のところを探していくっていう感じですね。淡水の水槽での計測は AB のうちの A を見ます。上の数字ですね、ここの色別に分かれている上の数値を見て、一緒に測る PH の値とこの数字を照らし合わせて合致するところがアンモニアの含有量となります。そしてこのボトル容器で一番悩ましいのがキャップの開封方法です。これは子供とかがいたずらしないように誤飲防止の押し回しキャップという日本では全然見ないタイプのキャップになっています。このままだとずっとキャップがくるくる回って開けることができません。このキャップの開け方なんですけど、一番最初開けるときはキャップを下に押し下げながら反時計回りに回す。実際にやってみましょう。押し下げ、痛い。ちょっと先端針になってるので痛いですね。押し下げながら、ちょっと持ちづらいね。押し下げながら反時計回りに回す。お、開いたかな？あ、開いた。よいしょよいしょ。開きましたね。この下のリングが残って上のキャップ部分だけが外れます。OK ですね。そして閉めるときはちょっと下に押しながら普通に回していくとキャップをすることができます。そして2回目以降開けるとき、実はこの上蓋、外側と内側の二重構造になっていて、外蓋が上に上がった状態だといつまでも回転し続けます。空転してしまうので開けることができません。なので2回目以降開けるときも蓋をちょっと下に押さえながら回すと内蓋も一緒に回るのでキャップを開けることができます。
なかなか馴染みのないタイプのキャップなので、結構開けるの苦労する人いると思います。基本的に下に押し下げながら回せば OK です。そして一番最初の使用については、キャップの上に針がついているので、これをザクッと刺して開封します。これで逆さまにしてボトルを押せば中の液体が出てきます。じゃあ他のボトルも開けちゃいましょう。押して、よいしょ。最初ね、ちょっと硬いね。よいしょよいしょ。押しながら回す。そして針を刺す。OK ですね。軽く下に押し下げながら回す。最初なんで硬いかというと、この下のリングと内蓋がランナーでつながってるんですよね。これをねじ切らないといけないので、最初だけちょっと硬いです。下に押し下げながら回す。するとランナーがちぎれて蓋が回るようになります。蓋の針で穴を開ける。そして押し下げながら蓋を閉める。これで OK ですね。誤飲防止の押し回しキャップの開け方でした。続いてテトラの PH 試薬について見ていきましょう。これはパッケージが新しくなった最近のものですね。50回テストすることができます。これは使ったことある人多いと思うんですけど、パッケージの中身は試薬が1つと試験管が1つ入っています。これ指が入らないぐらい細いので、正直洗いづらいです。なんとかしてほしいな、テトラさん。それと説明書が1つ入っています。使い方としては、この試験管に 5ml 飼育水を入れて、この試薬を7滴垂らします。そして試験管を軽く振って、こちらの色比較に照らし合わせて同じ色のところを探します。横に数値が書いているので、例えばこの色になったら pH7.0 っていう感じですね。わかりやすい。毎回使い方わかんなくなる方は、この色比較の裏に 5ml 水入れて7滴入れて軽く振るっていうのを書いておくと、いちいちこれを取り出す必要はありません。これがですね、畳み方もよくわからないし、この箱の中に入れておくと引っかかるんですよね。小さいストレスなんですけど、これが溜まっていくとね、結構イライラするので、裏に使い方書いておくのおすすめです。では我が家の水槽の水質を測ってみましょう。まずはやっぱりこの30センチキューブ水槽ですね。今回いくつかの水槽で連続してテストを行うんですけど、飼育水を採取するのはこの100均で売ってるシリンジ、これを使うのをおすすめします。試薬を入れた試験管を直接水槽内に入れてしまうと、特にアンモニア試薬の方は劇物なので、生態に悪影響があると思います。試験管は水槽の中に入れないで、こちらのシリンジで飼育水を採取します。まず pH を測るので、はい、5ml、 はい、 OK。 アンモニアテストの方には 10ml、 OK。 それじゃあまず pH の方からやっていきます。試薬を7滴 1,2,3,4,5,6,7。 めっちゃちょっと青いぞ。これは予想以上に pH 高いんじゃないか。なんとあの水草水槽 pH7.5、 いや7かな、ちょっと影になって見づらいですけど7かな。素晴らしい。 pH7 中性ですね。あれ、中性って7だっけ。そしてこちらのアンモニア、ボトルが3つあるんですけど、各ボトル6滴ずつ入れます。 1,2,3,4,5,6。 蓋を閉めて軽く揺する。そしてボトル2を 1,2,3,4,5,6。 なんか匂いがするかも、気のせいか。ボトルを揺する。そしてボトル3、これ順番間違ったらダメなのかな。 1,2,3,4,5,6。 ボトルを軽く揺する。この状態で5分待ちます。これ全部の水槽やってたら時間めちゃめちゃかかるね。いくつか水槽は厳選しよう。はい、5分経ちました。アンモニアテストの方は見た感じ黄色い液体になっています。皆さんがよく見る黄色い液体です。これはもう一目瞭然。アンモニアは一番左端の 0mg/L、 ここに該当すると思います。アンモニア試薬と pH 試薬で結果を判別したら、こちらのグラフでどの位置が該当するのかを確認します。今回は見るまでもなく、アンモニアが 0mg/L なので完全に無害ですね。 pH が7だったので、仮にアンモニアテストが 1mg/L であったとしても、一応無害の判定になるようです。30センチキューブ水槽、かなり状態がいいので、この結果は納得ですね。では次の水槽に移ります。その前にこの試薬は捨ててしまって、この試験管も水道水でよくすすいでおきます。次はこちら行ってみますか。幅20センチの
超小型水槽、中にはミナミヌマエビとラムズホーンが入ってるんですけど、ほとんど水換えもせず、普段蓋をしているので水の蒸発がないため足し水もせず、かなり放置気味の水槽です。こちらから飼育水を取って、こちらが 10ml とこちらが 5ml。 さあ pH どうなんでしょうね。これ何滴だっけ。7滴。1、2、3、4、5、6、7。これは青いな。めちゃめちゃ綺麗な青色。続いてアンモニア、これで5分待ちます。アンモニアの方はこちらもまた黄色なので 0mg/ml。 pH の方がかなり青いですね。これはどこだろう。やっぱり8かな。8だとすると pH8 の項目ここで、 NH4 が0なので項目はないんですけど、今回の測定も無害ですね。ただ pH が高いのでたまには水替えしないといけないですね。最後に水質チェックするのはこちらです。ベタ水槽。こちらは水替えを3日前に行った水槽ですね。今ここにウンチョスがあります。後で片付けよう。なぜこのベタ水槽を選んだかというと、ベタ水槽は定期的に全換水しているので、バクテリアが増えづらい状態になっています。アンモニアを分解するバクテリアもあまりいないと思うので、3日間とはいえ水替えをしていないので、アンモニアの数値高くなってるんじゃないかなと思ってます。ではこのベタ水槽の水質をチェックしていきます。まず pH から。水道水そのままだったら多分 pH7 ぐらいを指すと思うんですけど、すごい、ちょうど7ですね。そしてアンモニアの方は、では5分後お会いしましょう。先ほどとはちょっと違う結果が出てますね。アンモニア試薬の方、黄色ではなくてライトグリーンになっています。これはおそらくここら辺、真上から見てみるとここですね。 0.5mg/ml。 やばいやばい、テーブルの水滴で髪がぐにゃぐにゃになっちゃった。この髪なくなったらちょっと困っちゃうな。 0.5mg/ml。 そして pH は7、いや 7.5 かな。これの結果 pH は 7.5 でアンモニアが 0.5、 実際のアンモニア含有量は 0.009mg/ml。 一応無害のところにマークされています。ベタ水槽は頻繁に全水換えしているのでアンモニアの心配はほとんどないですね。最初の2つの水槽が両方とも0だったので、この試薬がちゃんと機能してるか不安だったんですけど、問題なくテストできてるみたいで良かったです。というわけで今回は我が家の水槽からランダムで3つアンモニアと pH をテストしてみました。結果としては全く問題のない範囲で収まったと思います。皆さんも水槽の立ち上げ時とかアンモニアのテストすると思うんですけど、アンモニアのテストをする際は pH のテストも合わせて用意しておきましょう。あと100均のシリンジがあるととても便利です。ぶっちゃけアンモニアは水替えしてれば水槽の外に出ていくので、普段管理している水槽ではあんまりチェックする必要はないかもしれません。 pH はたまに測りますよね。実際そんな測んないけど、たまにこういった試薬で水質をチェックしてみると安心できると思います。アンモニアのテスト試薬については、以前テトラさんから出てたものがあったんですけど、すでに廃盤となっているので、今はセラさんのアンモニア試薬が一般的かと思います。これちょっと前にね、値上がりしちゃったんですよね。しかも1000円ぐらい上がったので60回で3000円、ちょっと高いかもしれない。一応下の動画説明欄に商品 URL 載せてありますので、興味のある方はチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。